よーし、激闘アタックスタジアムでモンコレを使って遊ぶぞ。モンコレ最強王決定戦、決勝の舞台まで上がったリザード。しかしルカリオとのバトルで惜しくも敗北。リザードは静かに闘志を燃やしていた。なんだ？これは激闘アタックスタジアム。ここでは様々な特訓を受けることが可能。そしてあそこにいるポケモンたちは、リザードンはこのスタジアムで強くなると決意したようです。リザードンの特訓に協力してくれたのはラティアス、ラティオス、オノノクス、エースバーン、メタグロス、ガブリアス、サーナイト、ピカチュウ。さあ、ルカリオとの再バトルを決意したリザードン、これからモンコレ最強を目指して特訓を開始するようです。ナンバーワン最強のモンコレは誰？ファイヤーソー胸に抱き立ち上がれ、てっぺん取るのはこのモンコレ。 LIZARDOM ラティアス、ラティオス、空を飛ぶ、負けずにファーター速攻ボンボン、続けて登場オノノクス、ドラゴンタイプだ闘魂注入、距離やけ決めるはダッシュアタック、勢い任せに好みだタック、そっからバック中ローリングアタック、変幻自在さ技パワー、さらには上からエースパワー、ド派手に決めるぜダイビングアタック、これが決め手の4種アタック、早く放つ肩貫くトップオブスピード、垂直フリーフォー、強くなるために全てを吸収。続くぜ特訓第2章、硬さが自慢のメタグロス、臆することなく歩き出す、さらには相方ガブリアス、光輝きメガ進化、限界超えろその先だ、黒い翼に青い炎メガリザードン、次なる相手はサーナイト、まだまだ秘めたるこの才能、力ため放つ Z 技マキシマムサイブレイカー、リザードン直撃フットバース、だがこの技覚えりゃきっと勝つ、グレンの炎に身を包みダイナミックフルフレイム、いよいよ特訓最終章、とうとう優勝最強王、そうはならないモンコレバトル、最後に立ちはだかるピカチュウ。さあ、ピカチュウとリザードンのぶつかり合い、共にヒットポイントはギリギリだ。おっと、ここでピカチュウ巨大マックス、巨大マックスの効果でヒットポイントが少し回復、リザードンの攻撃を耐えた。リザードンも巨大マックスしようとしますが、どうした？巨大マックスできないぞ。そうこうしている間にピカチュウの巨大バンライがリザードンに襲いかかる。効果抜群、これは動けない。しかしリザードンの目は諦めていないようです。いくつもの特訓を受け成長したリザードン、以前よりも強くなったことでしょう。なんだ、突然スタジアムが霧に包まれました。霧の中から現れたのはミュウツー、伝説のポケモンが激闘アタックスタジアムに降り立ちました。リザードン、ミュウツーに近づいていきます。これはどうなるのでしょうか。さあ、ここで緊急バトルの開始です。伝説のポケモンミュウツーとリザードンの対決、これは楽しみ。おっと、ここでミュウも参戦です。どうやらダブルバトルを提案したようです。リザードン一匹で挑むのでしょうか。おや、会場から飛び入り参加です。あれはピカチュウだ。友情のダブルバトルのようです。それでは改めまして、リザードン、ピカチュウ VS ミュウツー、ミュウ、ダブルバトル開始です。まずはリザードンのダッシュアタック、ミュウツーにアタックするが全く効いていません。
ピカチュウ、早くも巨大マックスだ。巨大バンナイがミュウツーに襲いかかる。ここでミュウが割って入ります。巨大バンナイが直撃と、あれはミラーコート、攻撃を跳ね返しました。ピカチュウフラフラです。リザードン、ミュウを追いかけますが上空へ移動、なかなか追いつけない。と、ここでミュウツーパワーを貯めています。おお、サイコブレイク、狙いはピカチュウだ。これはバンジキューツー、アートリザードン、ピカチュウを守りました。しかしサイコブレイクが直撃、これは動けません。ピカチュウ2体に挑みますが、あえなく敗北。勝者はミュウツー、ミュウです。やはりこのコンビは強かった。前線したリザードン、ピカチュウにも拍手を送りましょう。負けはしましたが、リザードン、この戦いで得たものがあるようです。第2回モンコレ最強王決定戦。ここまで勝ち上がってきたのは、特訓して強くなったリザードン、そして前回優勝者、絶対王者ルカリオです。さあ、いよいよ決勝戦、前回優勝者ルカリオの登場です。挑戦者リザードン、いくつもの特訓を耐え抜き、このステージに上がっております。あの悔しさはもう二度と味わいたくない。全てをかけてこの戦いに挑みます。さあ参りましょう、ルカリオ VS リザードン、試合開始です。まずはリザードンのダッシュアタック、ルカリオ素早い動きでこれを避けます。リザードン一旦上空へ飛び狙いを定める。ここでダイビングアタックが炸裂、ルカリオを捉えた。そのまま Z 技、ダイナミックフルフレーム、当たった。これは決まったか、いや、ルカリオ耐えております。これはもしやカウンターだ。前回と同じくリザードンの攻撃を耐え抜いてのカウンター。リザードンなんとか立ち上がりますが、ヒットポイントは残りわずか。ここでルカリオメガ進化、リザードンピンチだ、次の攻撃でやられてしまうぞ。と、あれは特訓に協力してくれたポケモンたちが応援しています。なんて感動的な展開、涙で前が見えません。リザードン仲間たちの応援を受けて立ち上がれるか。ルカリオ勝負を決めるインファイト、なんとここでリザードン巨大マックスだ。ヒットポイントが回復してルカリオの攻撃を耐えました。反撃の大ジェット、お、ルカリオふらついてますよ。リザードン最後の力を振り絞って巨大極炎を放ちます。猛火がルカリオを包み込む。これはルカリオ戦闘不能、なんと起死回生の巨大マックスでリザードンが勝利しました。リザードン前回の雪辱を晴らしました。激闘アタックスタジアムからは以上です。みんなもモンコレ最強を目指して特訓だー。